ポールアリジンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身、ビラノバ大学卒業。身長193センチメートル、体重91キログラム、ポジションはフォワード。ツーハンドによるセットシュートが主流だった1950年代初頭、ワンハンドでのジャンプシュートを武器に大量得点を重ねたスコアラーとして活躍し、 バスケットボールの発展に大きな役割を果たした。1950年にプロキャリアのすべてを過ごす NBA のフィラデルフィア・ウォリアーズに入団。以後、兵役についた2年を除く全てのシーズンでオールスターに選ばれ、オールスター MVP1 回、オール NBA チーム選出は4回、得点王には2回輝くなど、名実ともにリーグトップクラスの選手として初期の NBA を支えた。 1956年にはウォリアーズを NBA ファイナル制覇に導いている。1978年には殿堂入りを果たし NBA25 周年オールタイムチーム、NBA50 周年記念オールタイムチームにもなお連ねた。ポール・ジョセフ・アリジンは1928年ペンシルベニア州フィラデルフィアにてフランス人の父とアイルランド人の母との間で生まれた。 少年時代の彼のバスケットボールキャリアは決して平坦なものではなく、ラサール高校ではコーチから認められず、3年生のシーズンには2から3試合に使われた程度ですぐに切られてしまった。結局高校の代表チームには戻ることはできず、校内や教会などの独立チームでプレーし、一時期は6から7チームに所属して一晩で2試合をこなすこともあった。 しかしこうしたチームでのプレーが彼に幸運をもたらした。時にダンスホールでプレーすることもあったアリジンだが、滑りやすいダンス用の床では足をつけたまま打つ、セットシュートは危険だったため、飛び跳ねながら空中でシュートを打つようにした。これがアリジンにとってのジャンプシュートの発見だった。いつの間にか彼は、す全てのシュートを飛び跳ねながら打つようになったという。また、 天井の低いホールでの試合もあったため、彼のジャンプシュートは独特の低い軌道を描いた。優秀な学生でもあったアリジンは、高校卒業後は、ペンシルベニア州のビラノバ大学に進学し、科学を専攻する傍ら、様々なバスケットリーグでプレーした。アリジンのプレーする姿を見たビラノバ大のコーチは彼を、 スカウトし、奨学金を得たアリジンは、大学2年生の1947から48シーズンから、ビラノバ大学ワイルドキャッツに加わることになった。カレッジバスケへの適応にはしばらく時間がかかったが、9試合目に、して、初の2桁である10得点を記録。センターとしてプレーしたアリジンはこのシーズン、平均11.1得点を上げ、チームは15勝9敗の成績を残した。 1948から49シーズンには飛躍的に成績を伸ばし、平均22.0得点を上げ、ある試合では85得点を記録した。チームも22勝3敗と好調のシーズンを過ごし、NCWA トーナメントに進出。この年の優勝チームであるケンタッキー大学の前に敗退するも、アリジンは、 カレッジスター選手のアレックス・グローザとのマッチアップで30得点を記録した。また敗者復活戦ではやはりカレッジスターのトニーラベルを8得点に抑え、自身は22得点を挙げている。最終学年の1949から50シーズンは平均25.3得点を記録してオールアメリカに選ばれるとともにスポーティングニュース選出の年間最優秀選手を受賞。 ビラノバ大は彼の背番号11を永久欠番に指定。また学業でも優秀な成績を収めた。アリジンは1950年の NBA ドラフトで地元フィラデルフィアに本拠地を置くフィラデルフィア・ウォリアーズから地域指名を受けて NBA 入りを果たした。ウォリアーズが新人のアリジンと契約した年9000ドルは当時としては破格の好条件だった。 NBA の前身であるバーの初代チャンピオンチームでもあるボリアーズだがアリジンが入団する前年は26勝42敗まで成績が落ち込んでいた。しかし新人アリジンは1950から51シーズンにボリアーズをデビジョン1位となる40勝26敗まで大きく回復させると自身は最初のオールスターに選ばれ平均17.2得点9.8リバウンド 平均得点、リバウンド量部門でリーグトップ10入りを果たす。当時新人王があったならば、アリジンは筆頭候補であった。翌1951から52シーズンには最初の前世紀を迎え、平均25.4得点11.3、リバウンド王を上げて、ウォリアーズ総武士からのエースであったジョーファルクスを抑えて、チームのリーディングスコアラーに昇格。 さらに3年連続得点王のザニータ、ミネアポリスレイカーズのジョージ・マイカンスラも抑えて、初の得点王に輝き、オール NBA ファーストチーム入りを果たした。その他にも、出場時間、フィールドゴール成功数、成功率、フリースロー成功数、品ゲ数などで、リーグ1位となっている。またトリプルオーバータイムまでもつれた12月21日の、 レイカーズ戦では63分間出場し続けるが、これは一試合の出場時間としては、当時の歴代1位となり、以後約40年間にわたって破られなかった。2年連続のオールスターでは26得点を挙げて、オールスター MVP に輝いている。個人としては、絶好調なシーズンを過ごしたが、一方ウォリアーズは33勝33敗と波に乗り切れず、 プレーオフでは2年連続で、ドルフ・シェーズ率いるシラキュース・ナショナルズの前に敗れている。リーグ最高峰の選手としての地位を確立しつつあった、この貴重な時期、アリジンは朝鮮戦争勃発のために、海兵隊で過ごすことになった。周囲は2年間の空白が彼をトップクラスの座から引きずり落としてしまうのではないかと危惧、したが、NBA に復帰した1954から55。 シーズン、アリジンは以前と変わらない姿で、コートに戻り、平均21.0得点9.4リバウンドを記録。しかしウォリアーズは、彼の不在の間に以前と変わらぬ姿を保ち続ける、ことはできず、大黒柱のジョー・ファルクスは引退しており、1952から53、シーズンは12勝57敗と大きく負け越していた。一方で、ニール・ジョンストンや、 ジョーグラボースキーらがチーム内で対等を見せ、特にジョンストンはアリジンの不在時にリーグ屈指のセンターに急成長を遂げ、アリジンに代わって得点王の座についた。ゴール下で存在感を示すジョンストンとライン際からのジャンプシュートで得点を荒稼ぎする。アリジンは抜群の相性を見せ、アリジンが復帰した1954から55。 シーズンは33勝49敗まで成績を回復させた。そして迎えた1955から56シーズン。アリジンは平均24.2得点7.5リバウンドを上げると、ジョンストンも平均22.1得点を記録。1位のボブ・ペティットには及ばなかったものの、得点王レースの2位、3位をアリジンとジョンストンが占め。 さらにオール NBA ファーストチームには両名が揃って名を連ねた。グラボースキーは第3の得点源として活躍し、優秀なプレーメーカーのジャック・ジョージ、新人でアリジンと同じラサール高校出身のトム・ゴーラと充実した陣容となったウォリアーズは他チームを圧倒する45勝27敗の成績を残した。プレーオフではデビジョン決勝で因縁の相手、 シラキュースナショナルズを3勝2敗の末に破って、ついに NBA ファイナル進出。ファイナルの相手、ホートウェイン・ピストンズも4勝1敗で破り、ウォリアーズは NBA 元年以来となる10年ぶりの優勝を果たした。プレーオフ期間中、アリジンは平均28.9得点の成績を残している。翌1956から57シーズン。 平均25.6得点7.9リバウンドの成績を残したアリジンは自身2度目の得点王に返り咲く。しかしウォリアーズは今度はトム・ゴーラが兵役についてしまったため37勝25敗の成績に終わっている。1957から58シーズンには当時歴代最速で通算1万得点に達し1958から59 シーズンにはキャリアハイとなる平均26.4得点を挙げるが、今度は相棒にいるジョンストンを膝の故障が襲い、シーズン終了後には引退に追い込まれてしまった。プレーオフ進出も逃してしまったウォリアーズはこのまま衰退してしまうかに思われたが、1959から60シーズンにウォリアーズはウィルト・チェンバレンという前代未聞の新人を迎える。 平均37.6得点27.0リバウンドという洗礼のない数字を残したチェンバレンに、ついでアリジンも平均22.3得点8.6リバウンドと変わらず好調を維持し、ゴーラも復帰したウォリアーズは49勝26敗の好成績を残した。以後もアリジンは平均20得点以上を稼ぎ出す優秀なスコアラーとしてチェンバレンと共にウォリアーズを支え、 1961年12月1日には、ボブクージー、ドルフシェーズに続いて、史上3人目となる、通算1万5000得点に到達。34歳となる、アリジンは未だ、リーグトップクラスの得点力を持っており、1961から62、シーズン終了後も、現役を続けるつもりでいたが、オフに、ボリアーズが売却され、本拠地を、東海岸のフィラデルフィアから、 西海岸のサンフランシスコに移転することが決まり、幼少期から住み慣れたフィラデルフィアから離れたくなった、アリジンは10年間過ごしたウォリアーズから退団することを決意した。NBA での最後のシーズンとなった1961から62シーズンの成績は平均21.9得点。ラストシーズンの成績としては当時の歴代最高の数字であり、 またキャリア平均22.5得点もボブ・ペティットに破られるまでは引退選手の中では歴代最高の成績だった。ウォリアーズを退団した後もアリジンは現役を続行、1962年から1965年までの3年間をイースタンバスケットボールリーグで過ごし、キャブデン・ブレッツを1964年の優勝に導いている。 アリジンは2006年12月12日、ペンシルベニア州スプリングフィールドにおいて78年の生涯に幕を閉じた。アリジンは初期の NBA を支えたスター選手であると同時に、現代バスケットボールの確立に貢献した偉大なバスケットボール選手でもあった。彼が NBA の舞台で見せた奇抜で斬新なシュート、ジャンプシュートは多くの NBA 選手に模倣され、 やがて NBA の枠を超えて、あらゆるバスケット選手へと伝播していき、現在はバスケットボールのスタンダードとなっている。また、リジンは、ただのピッチン、ポールではなく、ボールハンドリングやディフェンスにも長けた、オールラウンドな才能の持ち主だった。優れた、跳躍力とボールハンドリング技術による優美かつ、アクロバットなドライブで、フィラデルフィアの記者は、彼のプレーを、 見えない波に乗っているようだと表現した。basketballdashreference.comhatbasketballdashreference.com、e 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 e. ありがとうございます。